さんこんにちは、リクです。私は今台湾の桃園国際空港にいます。数日前から台湾でのお仕事で台北に来てたんですけど、そのお仕事が終わってこれからフリー自由時間なんですが、今からですね、私の父と母が台湾にやってきます。初めての台湾ということで、すごく楽しみに来ているので、親孝行旅じゃないですけど、お父さんお母さんを台湾案内していきたいと思います。飛行機到着しているので、お母さんとお父さん迎えに行きたいと思います。それでは台湾親子旅スタートです。着いた？着いてます。もうすぐかな、うん、ちゃんとここまで来れるかがします心配大丈夫やろ。着きました。台湾楽しみ、すごい楽しみ。初めての台湾ですから。初めてです。いっぱい食べようね、いろんなもん食べましょう。それではホテルチェックインして、はい、台湾観光します。ではまずは最初におすすめの火鍋屋さんに行きたいと思います。やったー、食べたかったでしょ。食べたかった、すごく食べたかった。お腹すきました。嬉しい。はい、ドン中にやってきました。おなじみの、おなじみのね、何度登場したかわからない何度皆さんにご紹介したかわからない火鍋をお母さんとお父さん食べたいとのことなので連れて行きたいと思います。あ、一番うまいよ。うん、一番おいしいこちらです。注文はね、QR コードを読み込んでスマホでやります。日本語もでできるんだけど、以前来たことある人気外国人で、注文開始して、現地いつもね、これ頼んでると思う。あ、それ、ビーフプラッターだろう。旬の野菜。水分。あとね、あの、団子ぐらいの。頼もう、じゃあ、はい。作り方講座。はい、作り方講座。醤油ですね。はい、中式醤油。お酢ですね。これをビネガー、クローズみたいにちょっと入れて、ニンニクの芽、これはちょっとおろし。いっぱい入れますね。ネギですね。ごまソースですね。ごまソース。これをたっぷり。ごま油。まあ、あとはごま入れるなら。はい。はい。はい、以上です。これが牛肉ですね。骨なしビブとアンガス、あとプレミアム牛です。どうですか？煙が出てる、ね、豚肉にスイレン、あと団子4セット。初めての台湾旅行、乾杯。楽しみましょう。これ見て、高麗人参とかすごいでしょ。すごい、薬膳いっぱい入ってるんです。あった、美味しい、美味しい、よかった、よかった。うん、タレもとっておいしい。食べたことない、この肉膳。こっち、あのスープ飲むと、うん、お肌トゥルトゥルになります。はい飲んでないで、飲んどかないと。飲んでないで、おいしいって言ってもらえて嬉しい。痛かったでしょ。ここ一番おすすめ。すごい。ハゲンダッツ。え、おいしい。そう。種類すごいじゃん。そう。12種類ぐらいある。ここのお店の楽しいところのアイス食べ放題で、子供用のキッズスペースだった。なんという贅沢なの。
楽しいよね。ラズベリー。これ肉大好きじゃん。肉大好き。ね。さていかがでしたでしょうか。すごい美味しかったです。はい、美味しかったです。いただきました。嬉しい、ありがとう。よかった。ではお茶をね、買いに行きましょう。量り売りの、はい、楽しみ。はい、ニーシャ安与一の近くに来ました。お母さんが行きたがっていたお茶の量り売りにやってきました。では行きましょう。150g から買えるんですよ。で、これは全部 600g あたりの値段書かれてます。なので、150でいい場合はこれの4分の1。100元。これだって150だって100元。500円。私は高山のんちゃんが好き。山の高さは違います。これ山の高さで違うんです。そうですね。低い山。これは高い山。高い山。高い山。これはちょっと香ばしい。香ばしい。爽やか。そうそう、爽やかだね。色が違う。ああ、色が違うね。これはアリさん、アリさん、アリさんのお茶とてもいい。本当？これにしよっか。あ、全然香り、香りかけていく。これ150。OK。あげたんですけども、高山ウーロン茶とジャスミン茶、150g 分です。日本語ね、話してくださるので、日本人の方も買いやすいと思います。はい、買いました。買いすぎやろ。はい、どうぞ。たまったかった。もっといて。もっといたかった。たまった時間がさ。じゃあ次、スーパー行きましょう。あー、リック。あ、これ？これお母さんが食べたかったらしい。中になんかクリーム。手作りのやつ。あ、こっちのがちょっと高い。高い。だから美味しいのかも。あ、これ美味しそう。あ、2個買っちゃおうか。あ、2個買ったら。あと太陽餅だこれ。太陽餅もいいね。いや、重いよね。8個入ってる。黒糖飴。あ、これ買ったね。これ欲しいんだって。おばあちゃん、これがいいんだ。おばあちゃんがこれ食べたい。うん、はい。 OK、 青春系。もういいかな、いいかな。爆買いや。爆買い。あ、じゃあ次どうします。夜市行きますか。はい、行きたいです。あ、夜市行きたいです。夜市行きましょう。カルフールから歩いてニーシャイエスの方まで来ました。このね、私の大好きなドーファーに後で行きたいと思います。夜市は右側通行なんですよ。はい、すごい人。ちょっと夜市行こうかなって思ったんですけど、雨降ってきちゃったから、もうホテルの方に戻ります。しんどいもんね、雨降ってる中。夜市雨はちょっとね。あとドーファーもすごい並んでたので、一旦市面の方に戻ります。コンビニに。ちょっと雨降ってるんでね、早めに部屋に戻ろうということで。ほら、あの台湾ビールとか飲めるよ。あ、買ってこうかな。あ、おつまみとか。あ、これおすすめの。これこれこれ美味しいですね。え、タラ。はい、タラ。あれ、茶葉で煮た卵だよ。美味しそうね。ちょっと買ってみようか。いい匂いする。わ、すごい。これがいい。割れてるやつが美味しいって。割れてるやつが美味しいって。何これ、何マグネット？はい、キーホルダー。目移りしすぎて。すごい、セブンにこんな楽しみを生み出せるとは思う。セブンでこんなはしゃいでる人なかなかいない。はい、ホテルの下のアイスクリーム
かき氷とあとぜんざいみたいなやつとあとごま団子みたいなのもあります。マンゴー美味しい、うん、よかったね、思わぬ、うん、ところでかき氷食べれて、これ食べたかったな、完食です。美味しかったね、よかったね。今回お母さんたちに用意したホテルは西面西門町にあるミッドタウンホテルです。まあ、結構いいよね、広くてね、自分で素敵、うん、持ち歩きしてね、寝るぐらいがちょうどいいホテルと思います。でバスルームね、あのお風呂あるので浸かることもできます。はい、はい、さっき並んでて食べるの諦めたHIS 企画のトーファーストストーパーをウーバーイーツしました。この手があったかってことですよ。すごい、ね、いいね、お部屋で食べるゆっくり開けて、ミックがいつも食べてるって、食べたかった。はい、トーファーです。これがくず切り餅とタピオカ、黒のタピオカそうに白玉、この中にごまソース入ってる。すごい、はい、冷たいトーファー、シャーベット抜きです。どうぞ。美味しい。え、美味しいでしょ、うん、食べてそれ、これ食べたかった、これ食べたかったでしょ、うん、うん、ごま出てきた、ごま団子、うん、めっちゃ美味しいでしょ、うん、うん、美味しい。このウーバーのジュースをホテルにしたらこう近くのね、ウーバーイーツ頼めるんですけど、このね、シーメンのホテルはそのドーファー層から近いから、ウーバーイーツしてお部屋で食べるっていうのもありだね、ゆっくり食べれるし、いいね、いいね、どうぞ楽しんでください。美味しいです。はい、じゃあね、おやすみ、また明日。はい、お母さんとお父さんのところにドーファーを届けて、娘は自分の部屋に戻ります。それでは初めての台湾親子旅、電話終了です。おやすみなさい。今11時ぐらいですね、ビーファージエに来ました。お母さんがね、漢方欲しいとか漁師バッグが欲しいって言ったので、ビーファージエに連れてきたんですけど、まず最初に漢方を処方してもらいます。こちらです。塗料は 2,3 種類以上ありましたら、やっぱり先生見てもらって、単に1つだけで、うん、1つだけならいいんじゃない、これ一覧表あるからね、成長剤というかお腹の調子を整える、はい、お腹が弱くてすぐお腹が痛くなるから、はい、そういうのあればってことね、消化管結果、うん、腸は弱いということか、うん、お母さんのこれが成長剤、お母さんお腹弱いからこれをなんかスプーン2杯分そのまま飲むか水に溶かすのもなって、あとは、まあ、みんなが気になるね、ダイエット、ダイエット。ケースもついててここに入れるんだね、1日2、3回
一回20粒だって。これをこれ20粒飲む20粒飲むんだって。さあこれで果たしてお母さん痩せるのでしょうか。しかとその経過を見届けます。これ20粒飲むんです。すごくない？これダイエットの薬だってこんなに20粒飲める。やめてください。恥ずかしい。みんなに分かる。はい、ではお母さんの行きたがっていたディーファージへ散策。ほら、こうやって漢方が、やばい。はい、じゃあ何でも食べてみましょう。グアバに何か梅の粉みたいなかけたやつ。いただきます。おいしい。リンゴみたい、うんうん、梅の味する、うん、あ、これ結構メジャーな、メジャー、うん、メジャーだけどこんなに普通。台湾、うん、ほらこういうのあるよ。乾物すごいね。ね、乾物。瓶つぶしてある。アートだって。面白い。あ、これは水筒入れ、うん、台湾の人ね、こういうのに入れて持ち歩いたり。あとこれはタピオカミルクティー入れる。ほら、テイクアウトのパック入れるやつ。台湾って電車乗るときとか、うん、ドリンク持ったまま持っちゃダメ。だからこういうのに入れる。そう、だからこういう袋に入れたら OK。 え、あれいいじゃん、なんかほら漁師バッグ柄の靴下とかある。ほら、かわいい。ほら見て、台湾の炊飯器柄の靴下。こういうのも買ったら、そう、高いよ、日本で買った。そうだよね。こういうの1個だけ黒。え、これも大じゃない？あ、うん、これちょっと高そう。取っ手がちゃんとしてる。そうだ、これ高いかも。うん、モダン。そうだね。私はなんか白一色みたいな。これが使いやすい。あとこれがいい、これこれ。結局。この方がいいね。これ夏にいいかな。うん。どうしよう、どれ買おう。いっぱい買いな。ほら、これ漁師バッグだよ。これがみんな使いやすいかな。うん。じゃあこれ買う。小さいやつ。小さいやつを35個。いろんな色とか色が柄がある。じゃあ5個ずつやる。何個買ってんの？何個買ってんの？35。私、お母さんのさ、お買い物のために両替したのに全部使い切りました。これで、はい、どうぞ。なんで台湾のルイ・ヴィトンっていう、まあなんかジョークがあって、うん、これがルイ・ヴィトン、台湾のルイ・ヴィトン。関西にある現代本の席取りを彼に行ってもらってて、でその予約をね取りに行ってもらってるんですけど、その間私と父と母はネギ餅を食べたいと思います。入りたいの？また飲むのが全部買うかな。あ、入った。味見だけ。これじゃあマカロニーだ。え、これがいい。これでいい。味見で食べましょう。四冠試合は普通に街歩きするのが結構楽しいです。ネギ餅食べましょう。ネギ餅ゲットです。飲み物買おう。はい、リンダーソン待つ間に飲み物とネギ餅。プレーンです。プレーン、卵と
どう？美味しい。美味しいでしょ、うん、ボリュームもすごい。ね。さて、四貫寺でちょっとネギ餅食べて、彼がね、先に予約取ってくれた臨台本の待ち時間もうすぐなので向かっています。もともとここにあった本店は、今は、テイクアウトオンリーだそうです。イートインは場所が変わって、あっちの角にあるそうです。か、これですか。ちょっと四貫寺の入り口から歩いて、交差点の十字路のカードのところにある。こちらに店舗が変わったみたいです。このあっち側がダーン公園だよね、うん、はい、事前に予約取ってました。3093です。そんなに待ちませんでした。3、40分ぐらい。スープがうまいです。美味しいよ、ここは。ここは小籠包だけでなく何でも美味しい。え、なんだっけここは。世界一に輝く台湾のパン屋さん。お母さんがパン買いたいって言ったので、このパン屋さんに連れてきました。ライチとバラのパンがいい。これも店長のおすすめ。チョコレートバゲット。あ、これが人気ナンバーワン。どれ？あ、これ？チーズブレッド。これが一応ナンバーワン。あ、本当じゃあ、ライチとローズの。あ、チョコレート。これでいいかな？これ。うん、十分だ。十分で。買いましたパン。あとあと食べるのと人気ナンバーワンのパンね。これ。とライチとローズのパンです。大満足です。はい、次に行きましょう。はい、レッツゴー。101ですよ、これが台湾っぽいって、こういう。そうそう、あれ何をイメージすると思います？モチーフがあります。あれは竹です。竹。あー、竹。松竹梅の竹。あ、竹をイメージしてる。竹をイメージして作ってる。え、だからこういう風になってる。あ、そうなんだ。書店行ってきました。製品書店で宝山ウーロン茶のティーバッグと、あとはこれはフランベリーティーかな、ネギのクラッカー、シーソルトクラッカー買いました。ありがとう、全部欲しかったやつ、うん、ちょっとおしゃれっぽい感じ、うん、ありがとう、嬉しい。で、一旦ホテル戻って休憩します。です。うちのお母さんがカニおこわ食べてみたいということで
楽しみです。楽しみ。初めて食べます。行ったことない、うん、でも有名なんだね、カルマコはね、うん、行きたいと思います。じゃあ、ありがとうございました。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。初めて食べるわ。うん、美味しいね。美味しいね。うん、味付けしっかりしてて、うん、渡りがに乗せてくれる、うん、でもさ、やっぱ親子できたらさ、夜はこうやってレストランみたいなところでゆっくり食べるのがやっぱいいね。うん、カラスミが来ました。人生初カラスミ。食べてみる。うわ、ドキドキ。ファーストリアクション。いいですか？どうですか？美味しいね。美味しい？美味しいですか？本当にビールに合う。美味しい。美味しいよ。ちょっとでもさ、食べきれないね。こんなにはね、確かに。あ、今日は結構空いています。みんな夜ご飯代わりで来てるの。だいたい70件ぐらいで夜ご飯。目移りしちゃうでしょ。あ、寿司まで来たかな。屋台の中に入っていきます。海鮮ソージュース美味しいですよ。うん、美味しい。黒糖、黒糖みたい、ゼリーみたい。なんか気になってたもち米ソーセージ食べてる。これもさ、よくさ、見るよね。初めて見た。本当に見てる。これすごいね、美味しそう。あのソーセージをたださこうジューってやってくれるだけなのかと思ったらさ、厚揚げみたいなやつとか玉ねぎとか野菜入れて炒めてくれるの。炒め物みたいな。美味しそうだね、もち米ソーセージ。あ、美味しい。美味しいね。味付けがいいね。うん、お母さんとお父さんにまあまあ1回はね、シュー豆腐を体験させてみる。あ、これ私が食べたことあるとこじゃない。ここうまい。結構食べやすいシュー豆腐なんで。このシュー豆腐です。今シュー豆腐ゲットです。ここがいつも私が食べてるマトン。
美味しいんで、ここおすすめ。ここ去年食べて美味しかったので、イカスープとね、ビーフン。いただきます。で、匂い嗅いでください。臭い？あ、全然わかんない。臭くないですか？あ、臭い。ちょっと臭い。あれ？あれ？意外といけるかな。はい、これがシュー豆腐。でも揚げてるから結構食べやすい。はい、食べてみましょう。はい、食べたらそんな臭くない。そんな臭くない。揚げ豆腐じゃん。本当？シュー豆腐なんかさ、イメージがあるじゃん。頑張って、殻を破って。どうでしょう。何の臭くない。あ、噛みたくた。臭い。全然、そうでもなかった。普通の厚揚げ。啊，怎么了？不敢吃啊？那还不是臭豆腐吗？是啊，他是第一次吃。那不是臭豆腐吗？那你比大陆的做法不一样吗？是哦。对啊。所以对你们来说是这个，是不是臭豆腐？不是的。何？こっちの人にとっては全然これは臭くないやつだから。みんな麺多只是做法不一样而已。全然臭くないのにみんな臭い臭いって言うから。好像东西比别人臭的很恐怖。普通のはもっと臭いで。あ、そうなの。揚げてるだけで全然違う。全然ないと。そうか、もっと食べようかな。うん。すごい。さすが。さすがです。の方が良い地に詳しくて、なんかこれがね、美味しいらしいよ。スイートさつまいもボール、オリジナル。うまっ。美味しい。美味しい。食べて。美味しい。ポンデリングみたい。うん、なんかもちもち。めっちゃ美味しい。これがパイナップルケーキ、12個入りね、個包装されてるやつ。牛乳のぬ、なんかぬが。よかったね。改装中だけど、やっててよかった。まあ、このパイナップルケーキが私は一番おいしいなと思います。グッ。の方に帰ってきました。帰国前に麺せんを食べて帰りたいと思います。新麺の前に泊まったけどなかなか来れなかったから。台湾、これが台湾で一番メジャーなミルクティー。あ、本当。買ってこった。買ってみた。カード OK？OK。すごい、初めて台湾来た人はこんだけお買い物するんだ。お土産をこんだけ買うの。あそこにも台湾お土産。観光客 の、うん、あの戦略にまんまだ。そう、一番最初のね、できる方です。
メンシュンです。はい、美味しそう。パクチー抜き、はい、小さいやつです。はい、最後にもう一回お母さんがスーパー見たいということでマルフールドです。あ、ヌガークラッカーのさ、いちご味とかあるよ。これでいいな。これがいい。うん、いろんなの買ってみよう、うん、これはなんか海苔みたいなのが入ってそう、うん、それも美味しそうじゃん。これか。あとはお茶かな、うん、あ、これ有名なこのティースタンド、これよくやるよ。え、本当に、ジャスミンもあるし、グリーンティーもブラックティーもある。ウーロン茶でいいね、うん、このいいじゃん。これだけ。はい。で、もっと買いたいけど、もっと買いたい。はい、2泊3日の台湾親子旅、いかがでしたでしょうか。ちょっと満喫しました。楽しかったです。たくさんありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったね。2泊3日だったけど、結構台湾の美味しいものとか行きたいとこ全部回れたかなと思います。満足です。ぜひ皆さんもね、これから親子で台湾行きたいなっていう方がいたら、この予定ちょっと参考にしてみてください。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミキでした。バイバーイ。気をつけてね。本当に気をつけて帰ってね。ありがとうございました。はい、気をつけてね。何かあったら連絡して。じゃあね、パパバイバイ。じゃあね、気をつけてね。なんかすごいいい娘感出してましたね。あ、よかった。ありがとうございました。あなたもガイドしてくださってお疲れ様でした。じゃあ私たちも帰りましょう。はい、じゃあけん。You drive. Do you know I'm looking?